はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第8章やっていきたいと思います。とりあえず救世主ギュンターが仲間になったんで、まあ今2人旅っすね。なんか親父との不倫旅行みたいな感じになっちゃってますけど、そうだそうだ、道具屋でドーピングアイテムを買おう。で、多分防塵宿から自分のドーピング分だけ買えばいいと思うんだけどな。1個ずつ買ってきた。力、54個も買ったら貧血になっちゃう。幸運なんだろうな。一応上げとくか。4上がるし、魔法防御はいいかな。で、あとちょっと思ったんですけど、白夜と暗夜から逃れるためだったら別にここにいればよくないっていうひとまず身を隠すだけだったら来れないっしょ、ここまで。あ、いっぱいある。あ、外伝。あ、そうか、モズメか。二人でモズメ助けに行けんのか。まあいいや、とりあえず8章やっていきましょう。裏切りの汚名。トーマ王国の王ハイドラを倒すため、兄弟たちの協力を求めることにしたミッカミックスは、まず白夜王国の兄弟を説得すべく、白夜の天神砦へと向かった。まずは白夜か。仲間は多い方がいいからな。良いですか。もうすぐ天神砦です。おそらく白夜王国の者も多くいるはず。わかりました。早速接触してみましょう。しかしミカミックス様は裏切り者になっているのでは。白夜王国の者は問答無用で切りかかってくるやもしれません。いい。呪いのことも忘れないで、あの国のことは話してはダメよ。はい。それでも協力を取り付けてみせます。この戦争を終わらせるためなんです。きっと皆さん耳を傾けてくれますよ。さあ行きましょう。思いの丈をぶつければ白夜の皆さんにはきっと伝わるはずです。思いだけでも力だけでもどうにもならないんだよ、この世界は。天神砦って誰が守ってるんだっけ本来。ここが天神砦ですか。やけに静かですけど誰もいないのでしょうか。いや、いる。あ、雪村。軍師雪村ではないか。雪村さん、仲間になってよ。よくもぬけぬけと顔を見せられたものですね、裏切り者のミカミックス様。アクア様、あなたも同じです。白夜の王女として育てられても有事になればあっさり背を向けてしまわれるとは。あなたにとってこの国はただの違法でしかなかったのですね。うん、そうだよ。違います。雪村さん、私たちはこの国を裏切ってなんかいません。本当の敵は別にいるんです。それは私でもましてや暗夜王国でもありません。だからどうか。無駄ですよ、言い訳など。雪村さん、やはりそう簡単にはいきませんな。残念ですが、いつでも戦闘できる準備をしておいた方が良いかと。雪村さん、お願いです。私の話を聞いてください。裏切り者の話を聞く耳など持ち合わせておりません。あなたが仲間を見捨てて裏切ったせいで龍馬様は行方知れずとなり、匠様は暗夜に捕らえられてしまったのですよ。あ、そうなの。まさか龍馬兄さんと匠さんが。え、龍馬兄さん、まだ龍馬様たちと家族のおつもりですか。龍馬様に匠様、巫女様もそうです。あなたのせいで私たちの大切な人はみんな。すみません。謝罪の言葉など不要です。私たちはただあなたを厳罰に処するのみ。兵たちよ、裏切り者を捕らえなさい。そんな。話を聞いてもらうには戦うしかないのですか。その理論もちょっとおかしいだろう。話を聞いてもらうには戦うってどういう考えだよ。本当の敵は他にいるというのに。で、戦闘なんの。ドーピングですね。2人しかいない。悲しすぎる。あ、ギュンターの下、危ない危ない。使ってと行くぜ。戦闘開始。敵将撃破。まずはやっぱり防塵しかないとね。
って一体ずつだよな、やっぱり。かっこ激化で。ほら。うわ、全然経験値が入らない。でも次で多分レベルは上がりそうだな。よし。4か、経験値。もう14レベルだからな。わずか8章にして、あ、下にもいたのか。ちょっと戦闘をまたオンにしないとな。よし、左から倒していきましょう。16かけに。ほら。無駄無駄無駄。ずっと経験値入んねえな。ギュンターもグレートナイトだからもうレベルとしては23とかっていうそういう感じっすよね。終わりです。おーりゃかん、いやー1しか入らなくなっちゃった。100体倒さないとレベルが上がらない。もうここまで来たら。ただ超強い。向かってくる敵ことごとく打ち破ってる。でダメージもゼロだからな。これギュンターどうしようかな。分けた方が効率いいかな、それとも防塵は敷いといた方がいいかな。まあやっぱり安全を取っていこう。基本的に安全策で。うんうん、無駄無駄無駄。すみません、一人で制圧可能だな。進め進め。あ、こいつは射程2か。反撃できないっていうのがちょっと痛いよな。サポートいたします。反撃できる武器になってればもっと効率よくいけるんだろうけど。そして能力を下げられるっていう。あ、忍者相手でもでも2回攻撃いける。所詮白夜の兵などこの程度よ。弓兵か。弓兵はね、攻撃力やっぱ強いな。よし、ナイスだ。なんか来た。ここ龍脈がある。回復床か。とりあえずこっちぶっ倒すかな。しようサポートいたします。鍵がないな。鍵が。うまくいきました。おお、持ってたか。そうすると傷薬がいらないかな。こいつもぶっ倒しとこう。夏の切り持ちか。すげえ、なんかサクサクいってるような感じがする。あいつが近づいてきた。宝をゲットしましょう。キラーランス。あ、ランスといえば、あいつなんでとか言っちゃったんだ。回復床でちょっと回復をしてからまた。あれ、逃げてったぞ。何なんだあいつは。意味がわからない。なんか貴重な宝を持ってたとか。ちょっと物交換してキラーランスを必殺時特に大ダメージギュンターに装備させよう。まあ、ギュンターを下ろすかって言ったらちょっとわからないけど、またこの手裏剣やろうか。これ20で能力下がるとかないよね。負けません。道を開けてください。邪魔なんだよ。すげえ。これどういう気分なんだろうな。たったこの2人に攻め込まれてるって。来たな。戦いこそ喜びだ。おい、ほいっと。すみません。こういうプレイの方がなんか効率がいい気がしてきた。一人無双キャラ作って突き進んでいく。でも後の方になると通用しなくなるんだろうな。うまくいきました。まだ序盤だからね、敵と自分の力の差があるけど。あとは射程に対応したいっていうところだよな。多分これ上から狙われそうな気もするな。大丈夫です。あと雪村か。雪村がどれだけ強いか。
っぱり来たか。げっ、才蔵じゃないか。お前たちのせいで龍馬様は行方不明になったのだ。許さん、絶対に許さんぞ。この才蔵の秘術受けて無事でいられると思うなよ。才蔵秘術なんてあったっけ。無駄なんだよ。ちょっと回復するんで龍脈を使いましょう。キラキラキラーンと。じゃあまた右行って、また鍵持ちのやついないかな。戦いこそ喜びだ。ダーン、やっぱ弓食らうな。4も食らった。4もしっかりしてください。え、怒られちゃった。すんません、ギュンター様。もうほんとギュンター様には逆らえないですからね。このジーンを組んでくれてるだけで大丈夫です。ありがたいです。こいつかな、鍵持ってんの。あ、こいつ鍵持ってますね。サポートいたします。すみません。あとはもう将兵クラスだな。こいつらをどう始末するか。あー、ドラゴンキラー。でもドラゴンのやつなんていないよな。なんかキラーが多いな。なんとかキラーとか。7減ってるか。どうしよう、回復必要しておこうかな。もうめんどくさいから、とりあえず傷薬で回復させようかな。ま、傷薬は無限に変えるんで、射程2か。でもまあゼロだしいいかな。で、あとオロチはあれか。やっぱりな、こいつを先にしますよ。わらわらをオロチ、亡き白夜王女御事様の進化じゃ。そなたたちのことは決して許さぬ。御事様の敵討たせてもらうぞ。わらわのまじないの前に倒れ伏せがよい。そう、魔法防御上げてないからな。やっぱり食らうか。いてー。でもちょっと防御ゲージが溜まったから、こいつは始末しておく必要がある。マジでいいタイミングで防御ゲージが溜まったな。っていうか一発で倒したか。くっ、こんな者たちに負けるとは。まだまだ修行が足りんかったの。すまんが撤退させてもらうぞ。こいつも経験値1かよ。結局最後はもうダメージ食らわないから、ちょっともったいないな。あ、雪村が援護に入ってる。防御すらします。よかった。16は多分食らわないよな。大丈夫です。ほら、終わっていません。防御すら、雪村からくりしか。これ上級職だな。う、ここで負けるなどあってはならない。龍馬様のためにもここは引くのが得策か。結局1っていう。9、あぶねえ。御事様、どうか見ていてください。白夜に穴なす者たちは私がこの手で。油断は禁物ですぞ。うわ、9か。9ってことはちょっと超能力を使うか。よし、反撃さえできればな。 98% が外れるっていうことはほとんどないと思うんで、まあ防御ゲージも溜まってるし、これで終わりだな。サポートいたします。さらばだ、雪村。見事様。うっ、仕方ありません。潔く負けを認めましょう。おお、結構経験値持ってる。やっぱ上級職だとだいぶ経験値持ってんな。あ、魔法防御が上がってくれたのは結構嬉しいな。防御系上がってくれないと死ぬからな。鋼の暗記、誰も装備できない今のメンバーでは。なぜです、どうして殺さないのですか。はい、私はこの無益な殺し合いを終わらせる方法を知っています。そのためにはあなたたちの力が必要なんです。都合のいいことを私は信じません。私の大事な人たちを奪ったあなたの言葉などそうじゃ。うう、御事様を、白夜の民たちを返せ。うう、仕方ない。こうなればこの身をもって暗夜の族どもに一矢報いてやる。あれ、なんだ、いかん、こやつ自爆する気だ。自爆って。やめてください。斎藤さん、
我が神は白夜にあり、死んでも貴様らの好きにはさせん。うぅ、兄さん、いけません。どっか出てきたんだ。ダメです。斎蔵さん、三上つね様を傷つけないでください。鈴風さん、さくらさん、何のつもりだ。あいつは白夜を裏切った憎き相手なのだぞ。いや、兄さん、ミカミックスさんは信じるに足る人です。この方はアンヤ王国に囚われていた私を助けてくれました。自らの危険を顧みず、敵である私の命を。だって、ミカミックス姉さんはとても優しい方なんです。この戦いでも砦にいた兵士たちを誰一人殺してはいませんでした。本当にベキアを裏切ったのなら、そんなことをする必要があるでしょうか。何か事情があるに違いありません。どうか話を聞いてあげてください。これは王女の命令だ。ありがとうございます。信じたわけではない。だが話は聞かせてもらおうか。はい。真の敵は、暗夜でも、白夜でもない、もっと別のところにいるんです。お母様を、巫女女王を殺し、白夜王国を壊滅させたのは、ガロン王ではありません。これって何？どこまで喋っていいの？線引きがわからん。もっと強大で、もっと恐ろしい野望が、私たちの知らないところで動いているんです。恐ろしい野望だと、なかなか面白いことを言うな。ではお前の言う真の敵とやらは一体何者だ？そいつらは一体どこにいる？すみません、それは言えないんです。でももうすぐ暗夜と白夜の空の色が入れ替わる日が来ます。もし私たちを信じてくださる気があるのなら、その日に無限渓谷に来てほしいんです。私からの話はそれだけです。貴様、ふざけているのか？いえ、ふざけてなんかいません。でも私が言えることはここまでなんです、聞くだけ無駄だったようですね。話は終わりです。お引き取りください。待ってください。ミカミックス姉様、さくらさん、あの、私も連れて行ってください。私のようなものでも何か姉様のお役に立てるはずです。お、回復薬が入ったのはでかい。さくら様、何を。ごめんなさい雪村さん、でも私はミカミックス姉様を信じています。過ごした時間は少なかったんですが、それでもわかるんです。さっきの姉様は嘘を言っている人の目ではありませんでした。さくら様、まったく、ここでどれほど引き止めてもあなたは聞き入れてはくださらないのでしょうね。ご誕生された時からずっとさくら様の成長をおそばで見てまいりました。だからさくら様のことは他の誰よりも理解しているつもりです。ですから止めはいたしません。どうかくれぐれもお気をつけて。雪村さん、お許しください。兄さん、私もミカミックス様と共に参ります。好きにしろ、それだけの覚悟があるのなんな。はい、ありがとうございます。さくらさん、鈴風さん、私のことを信じてくれて、では行きましょう、次の目的地へ。お、とりあえずこいつらがスタコラ逃げてった。うわー、さくらともちょっと髪の色かぶっちゃってんな。あ、ここは、え、どうなさいました姉様。はい、この湖はアクアさんと初めて出会った場所なんです。あれから短い間にいろいろなことがありました。その短い間にアクアは戦闘不能になったけどね。すみません、さくらさんにもまだお話できないことばかりで。連れてけばいいじゃん。だって、いや、大丈夫です姉様、私は姉様を信じていますから。姉様はきっととても大きなものを背負っていらっしゃるのです。私、少しでもそのお手伝いをしたくて。姉様の喜びや悲しみを私も一緒に分かち合えたらって。ですから、その私、あれ、なんか入った。ご一緒できて嬉しいです姉様。よろしくお願いします。いや、俺女だよ。なんでそんなもじもじして顔をあからめてんの？おかしくないか？あ、向こうから何か来ますよ。あれは天魔。こっちにまっすぐ向かってきます。え？ふう。よかった。やっと追いつきましたよ、さくら様。椿さん。さくら様ったら、私たちを置いていくだなんてひどいですよ。風花さんまで、二人ともどうして？はい。さっき、雪村さんが、伝令を帰依したんですよ。桜様が、白夜王国を出るって。雪村さんが？
まあたとえ雪村さんに教えてもらわなくたって、さくら様がいなくなったことが分かれば絶対に追いかけちゃいますけどね。ん？俺たちはさくら様を完璧にお守りする使命がありますので、さくら様の行くところにならどこにでもついていくのは当然ですよ。俺たちはいつでもあなたの力になります。ありがとうございます。お、一気に仲間が増えるか。そうするとさくらさん、この方たちは私の進化の椿さんと風花さんです。いつも私のことを守ってくれる強くて優しい方たちなんですよ。これから一緒に戦ってくれるので、きっと心強い戦力になってくださいます。へえ、それはありがたいですね。よろしくお願いします。二人とも、はい、任務は完璧に遂行しますよ。まあ、さくら様をお守りするついでに加勢してあげるわ。おお、やった、一気に仲間が増えたというところで第8章で一気に仲間が増えましたね。これでこのまんまアンヤの人たちも白夜の人たちも仲間になっていけばまあ戦死者が出たとしても自分が超強いんで今のところはやっていける感じはしますね。とりあえず次回始める前にちょっとモズメちゃんの方も、仲間にしておきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。